明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ17回戦の模様をお送りいたします。スワローズの先発はルーキーの斉藤、対するドラゴンズの先発は右のカブレラ、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。さあ注目の立ち上がり、ドラゴンズの攻撃、トップバッターは藤井、打ちました。初球打ち、左中間に打球が飛んでいます。レフト前ヒット、クリーンヒットです。藤井ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。初球送りバント、ピッチャーの右へ転がした、一塁アウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁、初球を打ちました、セカンド右へのゴロ、アウト。ツーアウトランナー三塁に変わります。左バッターボックスは4番森野、通算155本塁打まであと5本としています。第3球を投げました、インコース引っ張った、投球これから4球目、縦のスライダーボール、カウントは2ボール、変化球空振り三振、ドラゴンズ無得点で終了です。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッター平田、現在の打率は3割飛んで2厘、1球目ストライクから第2球投げました、ボール際どいところ、カウント1ボール1ストライク、3球目空振り、1ボール2ストライク、追い込んでいます。空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。バッターボックスはアロー、現在の打率センターへの打球、これで2アウト、ランナーありません。バッターは谷繁、現在の打率は2割飛んで1厘、直球ストライク、アウトローへ、アウトコース低めストライク、投球は3球目、投げました、145キロ直球、空振り三振、谷繁3球三振、最後はスイング。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッター荒木、ドラゴンズの攻撃、投げました、初球から打ってった、ライトへ行った、これはヒットになります。荒木ヒットを放ちました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。一塁ランナー出た、ボールを二塁へ送った、これはタッチアウト、盗塁失敗。第2球投げた、外角低めいっぱいストライク、投げた、打った、ピッチャー返し、カブレラヒットを放ちました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9球、初球空振り、少し迷ったか、投げた、ボール、カウントワンボールワンストライク、打ちました、センターへ飛んだ、ヒット、センターからセカンドへ、
藤井ヒットを放ちました。さあワンアウトランナー一塁二塁とチャンスを広げました。第2球投げた、インサイドストライク。第3球三振、斉藤ナイスピッチング。バッターは3番ルナ、最初のバッターボックスは内野ゴロ。打ちました、初球打ち、がっちりキャッチ。斉藤、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。3回の表が終わって0対0、ドラゴンズチャンスを生かせません。投げた、ボール、これはわずかに低いか。第2球投げた、打ちました、打球は三遊間へ、破った、ボールは中継、斉藤ヒット。試合はこれから中盤4回に入ります。バッターボックスは森野、アウトコース低めいっぱいストライク。初球まずは入れてきました、投げました、2球目空振り。投球はこれから3球目、変化球はアウトローへ、ボール、カウントワンボールツーストライク、投げました、インサイドボール、カウントはツーボールツーストライク、投げました、アウトロー、空振り三振、森のスイングアウトの三振、投げました、カットボールに送ってストライク。第2球投げました、打った、サード左へのゴロ、サードから一塁送球、アウト、これでツーアウト、ランナーありません。そして次のバッターはアロー、第1打席はセンターフライに倒れています。投げました、2球目空振り、タイミング合いません。投げた、打ちました、抜けた、アローヒットを放ちました。さあツーアウトから先制のランナーが出ました、ストライク、一塁牽制球を送ります、タッチセーフ。初球空振りから第2球見送ってストライク、バッター追い込まれました、一二塁間へ、田中取った、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ、一塁。これからドラゴンズの攻撃に入ります。バッターは荒木、これが2度目のバッターボックス、見送ってストライク。第2球投げた、ボール、カウントワンボールワンストライク、投げた、空振り、タイミング合いません。次が4球目、投げた、ボール、はっきりしたボール球、カウントはツーボールツーストライク、空振り三振、バットアウト。バッターカブレラ、第1球投げた、アウトローに送ってストライク。第2球インコース低めストライク、あっという間に追い込んだ、投げた、空振り三振、カブレラ、全くタイミングが合いません。ここまで2安打の藤井、直球見送ってストライク、初球ストライクから投げました、カットボールはボール、インローへ、カウントはワンボールワンストライクです、ボール、カウントはツーボールワンストライク、投げました、ストライク、追い込んでから第5球投げました、ボール、カウントはスリーボールツーストライク、投げました、アウトコース低め、空振り三振、斉藤連続三振で切り抜けています。5回のバッターボックスは斉藤、第1球投げました、初球を打ちました、ピッチャー真正面、そして今拾い直した、アウト。ゲームは後半に入ります。バッターは大島、現在の打率は2割飛んで5厘、カットボールで送ってストライク、投球これから2球目、ストライク、追い込んで投げました、打ちました、ヒット、大島ヒットを放ちました、初安打。バッタールナ、今日はセカンドゴロとセンターゴロ、初球はストライク、まずは初球決めてきました、一塁タッチセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります、一球目ストライクから、第2球直球決まってストライク、投げた、もう一球外してきました、第4球を低めボールが回った、鈍いゴロ、一塁はアウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。左バッターボックスは4番森野、通算155本塁打まであと5本としています。ツーシームはストライク、第3球1球外してボール、カウントはワンボールツーストライクです、外れた、ボール、カウントツーボールツーストライクです。第6球を投げた、打ちました、これはファースト正面、そのままベースに入ってツーアウト、ツーアウトランナー3塁に変わります。さあチャンスが広がって平田、今日は三振とサードゴロ、外角低めいっぱいストライク、第3球を投げた、3球目空振り、バッター追い込まれました、投げた、ストレートはボール、バッターよく見ました、
カウントは2ボール2ストライク。次が6球目、ストライク、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。斉藤、ツーアウト三塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって、試合は終盤7回に入ります。バッターボックスはアロー、現在の打率は2割9分ドリン。第2球投げた、内角低め見送ってストライク、投げた、打ちました、いい当たり、左中間に打球が飛んでいます。ヒットになります。ボールが点々と転がっている。アロー、ツーベースヒットを放ちました。さあ、ノーアウトで先制のランナーも出ました。ランナー1人を置いて迎えるバッターは谷繁、今日は三振とセカンドゴロ。ツーシームはボール、大きく外れました。カウント、打ちました、掴みました。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは8番荒木、投げました、1球目ストレート空振り、これは完全に振り遅れ、カットボールはボール、カウントワンボールワンストライク、打った、レフトへのフライになった。これでツーアウト、ランナーは2塁変わりません。ピンチヒッターは山崎、1個ありまして山崎、第1球投げました、内角へストライク。第2球打った、いい当たりだ、レフトへ持っていった、ヒット、アロー三塁回った、レフトからセカンドへ、ついにこの試合初の得点が入りました。試合終了。